はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日はちょっと、まあ、こんばんはっていうにはまだねちょっと早い時間なんですけども、ちょっと早めにね宅飲みやっていこうかなと思って、今日はセブンイレブンさんのねおつまみまた買ってきたんで、セブンイレブンさん宅飲みってことでね、やっていきたいと思います。で今日はね牛と豚と鶏ね、それぞれね一種類ずつちょっとおつまみ買ってみました。今日はこれで晩酌やっていきたいと思います。ではおピント、うまみ絞り、札幌産の尿酸値を下げる、ノンアル、こちらでシュワシュワいきたいと思います。よいしょ。ね、軽く注いで、で焼酎はいつもの盛京さんの焼酎亭、これをだね小分けにしてきてるんでシュワシュワにね注いで、よいしょ。あーこぼれそう。大丈夫かな、慎重にかき混ぜて、ね、こんな感じでいつものシュワシュワな感じで、どうでしょう。シュワシュワしてますね、うん、ではね今日も一日ね皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。今日は昼食兼晩酌って感じですねお昼食べてないんで兼用って感じですね。 お昼と晩酌と、軽くまたかき混ぜて、じゃあどれからいきましょうかね。やっぱり順番に牛からいきましょうかね。牛肉、こちらちょっと温め足りなかったかな、旨辛だれの厚切り牛カルビっていうのがねあったんで買ってみました。これで1パックあたり、238キロカロリーになってますね、厚切り牛カルビ。ちょっと牛肉カナダまたはアメリカってなってますね。まあそりゃそうでしょうねじゃあ開けてみます。こんな感じですね。よいしょ。こうタレにね絡んでますね。ちょっとやっぱ温め足りなかったかな。ちょっとタレをよくこう絡ませて、こんな感じですね。カルビいただきます。うん、あ、うん、厚切り、お弁当の感じになんか良さそうですね。これご飯によく合うと思いますよ。これタレがねご飯に合うと思うんで、お弁当のおかずにねこれだけあればね、あの家族3人でちょっとずつ分けてねお弁当に詰めてもいいんじゃないかと思います。美味しい。うんうん、じゃあね、シュワシュワね、じゃあちょっと置いといて、昨日のね
動画がちょっと長かったんで、今日はもうサクサクとね、昨日お肉焼いて食べたらちょっとね若干尺が長くなったんで、ね、また今日は若干短めにささっといきたいと思います。じゃサラダね、昨日の残りですね、昨日の食べきれなかった分、ほんで利権さんの癖になる真塩のドレッシングよいしょかけて、でエバラさんのおろしのタレよいしょ、おろしのタレねよいしょ、これをちょっとかけて、ではトマトからねいただきたいと思います。いただきます。うん、サラダチキンは生協さんのバジルのサラダチキンかな、乗ってます。今日は青森雨降ってますよ2月なのにね、うんうん、私が子供の頃青森で冬場に雪じゃない雨降るなんてことなかったんじゃないかと思うんですけどもね、うん、あんま記憶にないですね。子供の頃にこう冬に雨降ったっていう記憶がほとんどないんで、うん、2月に雨降ることなんて昔なかったんじゃないかと思うんですけどもね、うん、そうかと思えばすごいね、ものすごい寒波来たりしますしね、なんかよくわかんないですね最近のこのお天気は、うんうん、シュワシュワね、うん、なんか今日はシュワシュワ1本じゃ足りないかな、ちょっと結構ペース早いかもしれない。ではどうしようかな、ね、あこういうのもね一応持ってきたんですよね。うまい棒、牛タン味、牛タン塩味、昨日だっけか、うまい棒の明太味食べてウイスキー飲みましたけども、牛タン味と、あとねこれ久々買ったんですよ、このポリッピーのスパイスのやつね、このピーナッツにこうなんかこうコーティングしてあるやつ、これうまいっすよね。ちょっとねカロリーがめちゃめちゃ高いんでね、あんま食べられないんですけども、これも美味しいなと思って、これもウイスキーに合うと思ってね買ってきたんですよね。なんでちょっとウイスキー飲もうかな。あ、氷用意してなかった、まあいいか、ウイスキー用の氷持ってくのすっかり忘れたけど、まあロックじゃないや、もうそのままストリートで行っちゃう、今日はねブラックニッカのディープブレンド用意しました。まだね手つけてないんでね、よいしょ、もうストレートでこのぐらいにしとこう、氷とか入ってないねストレートなんで、ちょっと飲みすぎちゃうと困るんでね。じゃあブラックニカのねディープブレンドをいただいて、うん、あやっぱブラックニカのディープブレンド美味しいなね、アルコール度数 45% ありますからねこれ。じゃあこれに、あちょっとね軽くピートのピート酒ありますよね、ポリッピー、これねちょっと合わせて、これね
これ美味しいんですよね。これ食べ過ぎないようにしないとね。これ一袋でね300キロカロリーありますからね。これこんなのもう一袋何も考えてなければね、こんな一袋ねあっという間に食べちゃいますからね。気をつけてね、ちょっとずつね。うん、美味しい。ディープブレンド、ウイスキーにアーモンドとかね合わせたりしますけども、こういうお豆のね、お豆のお菓子合わせても合うんじゃないかと思いますよね。うん、じゃあお次は豚いきましょうかね。豚豚トロ、粗挽き黒胡椒を効かせた豚トロ、この一袋で、一袋って書いてあるな、196キロカロリーですね。豚トロ、この豚トロは どこ産の豚肉とは書いてないな。豚コラーゲンとか入ってますね。じゃあ開けてみます。ちょっとねくっついちゃって、ここ裂けちゃったんだ。よいしょ。これはまた美味しそうですよ。ほらちょっと待ってね。よいしょ。わ、すごいベーコンみたいな香りがする。トントロピンと合ってるかな。もうすごいね、脂が乗ってる感じですね。ちょっと私には脂っぽそうな感じにちょっと見えますけどもね。すごい、もうベーコンみたいな匂いする。じゃあちょっと一切れねいただいてみます。いい感じの塩加減ですね。これは完全にあのおつまみですね。お酒のおつまみですね。これは。うん、美味しい。やっぱりちょっとベーコンな感じもありますね。これはもうシワシワが一番合うと思いますよ。じゃあまたおかわりね。今日はちょっとなんかお酒がシワシワが進みますね。シワシワが進むおつまみですね今日は。よいしょ。では軽くかき混ぜて、あ、じゃあせっかくリンゴ切ってきたからリンゴも食べようかな。ね、リンゴ、青森といえばねリンゴ今ねいっぱい売ってるんで、じゃあリンゴ1個いただいてね。うん、おいしい。どうしよう、またウイスキー行こうかな。まだ結構ね尺に余裕あるんで、もう一回ウイスキー飲んで。ウイスキーのね氷持ってくるの忘れちゃったんでね、取りに行ってくるのももうめんどくさいし。よいしょ。あ、焼酎入れよう。焼酎とちょっと割ろう。よいしょ。ね、これでかさ増ししていただきます。あ、薄めるとさらにこのピートの香りが際立つ感じで、結構ピリッとこうね辛い感じですね。うん、ストレートで飲むとちょっと甘い
ほんのり甘い風味はある感じしますけども、割るとやっぱり結構辛みがきますね。うん、ほんのりピートシューにちょっと辛い感じと、あとまあバーボンみたいな華やかな香りもほんのりほんの少しあるかなって感じかな。うん、ではお次は鶏肉ね。鶏肉っていうか、まあ、やげん軟骨ですからね。まあ、お肉もついてるんでしょうけども、まあ、軟骨ね、鶏コリコリ食感のやげん軟骨、これで164キロカロリー、これはうーん、原産、あ、ブラジル産ですね。ブラジル産の鶏肉の、やげん軟骨みたいですね。よいしょ、ほう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 、こうですね。あ、ちょっと油がすごいな、油が溜まっちゃって、この下にこれちょっとね、温めが 弱かったか足りなかったかな。でもまあこの辺大きそうだね、軟骨。ちょっとお肉もついてるところ、やげん軟骨ね。私このやげん軟骨好きなんでね、前にも言いましたけども、ケンタッキーさんのフライドチキンもこの軟骨入ってるところを私一番好きかな。美味しいですよね。じゃあいただきます。うん、うん、あ、胡椒がすごいスパイシー。うん、あ、これレモンちょっとこう振ったら美味しいかもしれない。あ、そういえばなんだっけ、レモスコでしたっけ、なんかレモンの調味料みたいなの売ってますよね、レモスコ。なんかタバスコの隣に売ってましたけども、動画なんかね、皆さんの動画なんか見てると、なんかたまに使ってる方いらっしゃいましてね、レモスコ、レモスコでしたっけ、ああいうのかけても美味しいのかな。ちょっと待ってください。ちょっとね、ポッカレモンちょっと用意してあったんで、ちょっとだけ、ちょっとだけこうかけて、これでいただいてみたいと思います。この辺、この辺ちょっとポッカレモンちょっとかけたとこね。あ、来ましたね。じゃあいただきます。うん、うん、レモンかけると美味しい、さっぱりして、うんうんうん、本物のねレモンの方がいいんでしょうけども、ポカレモンでもね、ほんのりレモンの香りがある方が美味しいかもしれない。うん、じゃあ日本酒にしようかな。またいつものね、ジョッパリさん持ってきました。青森県の弘前市の六花酒造さんのね、うちの動画だとおなじみのジョッパリの日本酒、これを合わせてみたいと思います。よー、もうだいぶ少なくなってるんでね、よいしょ、じゃあこれ合わせてね。うん、あー、このあっさり淡白な感じのね、鶏肉には日本酒合いますね。うん、やっぱさらっとしてて飲みやすくて美味しいですよ。うん、サラッとしてね、キリッとしてね、うん、安いですからね、この安くて、まあ食中酒にね、安い食中
中酒にすればいいかなっていうね、ちょっとね口回ってないですけどもいいかなっていう感じの日本酒ですね。うん、ではどうしよう。カルビを食べるか牛タンもあるんだよね。牛タン、牛タンっつってもうまい棒の牛タンですけどもね、ちょっとこれも味見してみたいんですよね。食べたことあると思うんですけどもね、ちょっとどんな味だかちょっと覚えてなくてね、もうずいぶん昔に食べたんで、ちょっと食べてみようかな。牛タン味、こんな感じですね。ちょっとこうスパイスみたいなのがこうついてますけどもね、いただきます。あれに似てるかな、サラミ味って昔ありましたよね。うまい棒に昔サラミ味ってありましたよね。なんかあれに似てる気しますけども、どうなんだろう。おいしい。なんかちょっとスモーキーな香りがあって、あ、これはね、あ、ちょっとレモン風味もあるのかな。これはウイスキー、スコッチに合わせた方が美味しいかもしれない、このうまい棒の牛タン味。あ、じゃあさっきのね残りねいただいて、材料ちょっと見て、材料を見ても、あ、細かいことは書いてないですね。大雑把な香料とかなんだとかって書いてあるんで、細かいものをどういうのを使ってるのかっていうのはちょっと分かんないですね。でも、ちょっとこうスモーキーな香りと、ほんのり本当にね、かすかにレモンみたいな風味もあるような気がしますけどもね。これはバーボンよりスコッチに合わせた方が美味しいかもしれない。じゃあやっぱ最後カルビ食べないとね。これはやっぱご飯に合わせてもいいかな。このタレがね、このちょっと焼肉のタレなんですけども、ちょっとこう和風な感じもあるのかな。なんかこうなんて言えばいいんだろう、ちょっと照り焼きっぽいような、焼肉のタレに照り焼きのタレがちょっと入ってるような感じなのかな。ちょっとなんかそんな気がします。まあ個人的にね、そんな気がするってだけの話ですけども、焼肉のタレがまあ6割7割ぐらいな感じかな。ちょっとコチュジャンとかも入ってんのかな。それにちょっと和風な感じの味も少し入ってるような気がするんですけどもね。どうでしょう。じゃあいただきます。ああ、昆布調味料とか入ってますね。あとまあコチュジャン、ギャンニンジャン、あとニンニクとかレモンとかそういうのも入ってるみたいですね。ちょっと昆布の風味っていうか、昆布の旨味がちょっとそういう感じに感じさせるのかな。ちょっと和風ではないですけども、焼肉のタレにちょっとこうなんか一味旨味が入ってるっていう感じに感じますけどもね。ではあとはね、動画かアニメかなんか見ながらね、また晩酌続きやっていきたいと思います。結局結構長い晩酌になっちゃいますね。さっくり終わる予定だったんですけどもね。もしまあお昼食べてないんで、もしかしたらなんかラーメン食べるか、昨日のね
あの焼肉、あの牛肉、ちょっとステーキのミニステーキみたいなガーリックステーキのお肉も残ってるんで、お肉焼いてあのご飯の上に乗っけて食べるとかなんかするかもしれないですけども、まあでももう食べないかな、どうだろう、わかんないですけどもね、もしお腹減ったらそういうのも食べるかもしれないですけども、まあ基本的にはね、まあ晩酌兼お昼ってもうお昼は過ぎてんですけどもね、まあそんな感じのね、宅飲みでした。では今日もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。 Mm-hmm.